ダニエル・ダン・エヴァンスは、イギリスの男子プロテニス選手。イングランド・バーミンガム出身。ATP 自己最高ランクは、シングルス22位、ダブルス52位。イギリス代表として2015年のデビスカップ優勝に貢献。これまでに ATP ツアーで衣装を上げている。身長175センチメートル、体重75キログラム。右利き、バックハンドストロークは、 片手打ち。エヴァンスは7歳の時にスカッシュを父親と初めてしてから地元のスカッシュクラブに通うようになった。ラケットつながりということもあり、偶然テニスをすることになってから本格的にテニスに専念することになった。ヨーロッパの16歳以下のランキングでトップになりプロ転向を果たした。2009年ウィンブルドン選手権でワイルドカードをもらい、 グランドスラム初出場を果たす。1回戦で第12シードのニコライダ・ダベデンコに敗れた。2013年全米オープンでは第11シードの西コリケを6から4、6から4、6から2で破り、グランドスラム初勝利を果たす。さらに2回戦でバーナード・トミックに勝利し、トミー・ロブレドとの3回戦まで進出した。デビスカップではデビスカップイギリス代表として、 準決勝に出場し、優勝メンバーの一人となった。2016年全豪オープンで予選を通過し、全豪初出場。1回戦で第18シードのフェリシアーノ・ロペスに敗れた。ウィンブルドン選手権では1回戦でヤン・デナルト・シュトルフを破り、地元ウィンブルドンで初勝利を挙げた。さらに2回戦で第30シードのアレクサンドル・ドルゴポロフを破り3回戦に進出。 3回戦では、世界ランク3位のロジャー・フェデラーに4から6、2から6、2から6で敗れた。全米オープンでは2回戦で、第27シードのアレクサンダー・ズベレフを破り3年ぶりに3回戦に進出。3回戦では、世界ランク3位のスタン・ワウ・リンカにマッチポイントを握るも6から4、3から6、7から6、6から7、2から6で敗れた。 2017年のアピア国際では準々決勝で世界ランク8位のドミニクティームを破ると準決勝でアンドレイ・クズネッツォフに勝利し自身初のツアーの決勝進出を果たす決勝でジレミュラーに敗れ準優勝となった翌週の全豪オープンでは2回戦で世界ランク7位のマリンチ・リッチに3から6、7から5、6から3、6から3で勝利3回戦でも 第27シードのバーナード・オトミックに勝利し、自身初のグランドスラム4回戦進出。4回戦で、第12シードのジョー・ウィルフリード・ツンガニ7から6、2から 6, から6、4から6、4から6で敗れた。大会後の世界ランキングで45位となり、トップ50位を果たし、3月6日付のランキングで、自己最高の41位を記録した。 しかし2017年6月に禁止薬物のコカインに陽性反応を示し、ドーピング違反で資格停止処分を受けることになった。本人は使用を認めている。2017年6月に禁止薬物使用により、ツアーにおける大会出場資格停止処分を受け、2018年4月18日にその停止処分が解除となった。ツアー復活に向けて、 はじめの数ヶ月はトレーニングをし、その後は地元、イギリスで開催されたチャレンジャー大会に出場していた。ウィンブルドン選手権では、ワイルドカードでの出場資格が認定されなかったが、欠場者がいたため、グランドスラム予選大会に出場することができたが、予選2回戦で敗退し、本戦出場は叶わなかった。予選3試合突破して、全豪オープン本戦入りを果たした。 1>, 1回戦で伊藤龍馬をストレートで破り、2回戦では第3シードのロジャー・フェデラーにストレートで敗退した。その後のツアー250シリーズのビルレビーチ、オープンで決勝に進出。決勝ではラドゥアルボットに敗れ、ツアー初優勝とはならなかった。全仏オープンではフェルナンド・ベルダスコに1回戦で敗退したが、その後は2週連続でチャレンジャー優勝を果たした。 ウィンブルドンでは1回戦を突破。2回戦では、ジョアン・ソーザにフルセットの末、敗退。全米オープンでは1回戦で、アドリアン・マナリの2回戦では、リュカ・プイを破った。3回戦では、ロジャー・フェデラーに敗れた。2019年10月14日のランキングで事実、上イギリスナンバーワンの世界ランキングを更新した。2020年年始には、 イギリス代表のエースとして ATP カップに出場。グループステージを突破したイギリスはベスト8入りを果たした。全豪オープンでは1回戦でマッケンジー・マクドナルドをフルセットで破り、2回戦では西岡義人にストレートで破れた。その後はツアーで準々決勝や準決勝に進むことがあったが、新型コロナウイルスの蔓延でツアーが一時中断。 ツアー再開後の全米オープンでは2回戦敗退。全仏オープンでは西堀敬にフルセットの末、1回戦敗退。年間最終世界ランキング33位だった。エヴァンスはメルボルンで開催されたマリーリバーオープンで1回戦で、ペドロ・ソーザ、2回戦でマルコス・ギロン、準々決勝でボルナ・チョリッチ、準決勝でジェレミー・シャルディを破り、決勝戦に進出。 決勝では、フェリックス・オジェアリア・シムを6から2、6から3で倒し、30歳にして、悲願のツアー初優勝を果たした。これにより26位となり、自己最高ランキングを記録した。全豪オープンでは、初戦で同胞のキャメロン・ロリーに敗れた。モンテカルロ・マスターズでは、世界ランキング1位のノバク・ジョコビッチを、ストレートで倒し、準々決勝に進出。準々決勝では、 ダビドゴファンを破り、マスターズ初のベスト4入りを果たした。また、同大会のダブルスでは、初の決勝進出を果たすことができた。全仏オープンでは、第25シードとして出場。1回戦で、ミオミルキツマノビッチに敗れた。ウィンブルドンでは3回戦進出を果たしたが、アメリカの新鋭セバスチャン・コルダに敗れた。全米オープンでは、 第24シードとして出場して3回戦でアレクセイ・ポピリンをフルセットで破る大逆転で初の4回戦進出を果たした。4回戦ではダニール・メドベージェフに敗れた。優勝 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 L q イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。